半前の先生のインジケーターです。バイナリーオプションでですね、この浜山先生のインジケーターで投資するときですね、このような、ね、状態からこうシグナルが出たと。それでここまで出て下に落ちたというゾゾゾゾゾゾゾと出た条件ですね。でたくさん最初出てもシグナル出ても上昇してるのは全部投資しない。これですね、こう上昇してるのは、ね、こんなに上昇してるのは投資しないですね。で、横ばいが続いて、そのピークを見て、ここで投資するわけですね。そういうインジケーターですね。ただ、これ全部ここに当たっちゃってます。こういうね、頂点というのは、シュルルルってずれてきます。時間とともに。で、ここに、頂点はね、この時はここだったわけですね。で、そこから落ちるかというとね、このシグナルに対しては落ちてないですね。で、この見計りと一緒で後半ですね、ここのシグナルの頂点の時ですね、を見計らってできたら、ここでシグナルが大きく下に落ちてるわけですね。それを人間で見るんですね。分析できなくて。これもそうなんですね。これズドズドと落ちてますね。これは乖離あっても大したことないですね。それでここまで落ちたと、ここね。で、ここにズドーンと上がって大きいと。ここのとこのサイクル。この切り替わりのサイクルですね。下はね。上はこれですね。下。ここですね。で、ここのサイクル、ここのサイクル、このサイクル、ずっと。で、ここのサイクルですね。これ合わせてないんでね、あんまりね。で、ここのサイクル。このサイクルから、ね、このサイクルになるわけですね。で、ここのサイクルってなるんですね。これをね、この何もないと、インジケーターがないと分かんないんですよ。バイナリーオプションでも、FX でも投資するときにこれを使います。でね。この浜岩先生のインジケーターですね。もうちょっとこれ設定値をちょっと調整しておこう。どのぐらいかな。30ぐらいなのかな。30ぐらいの方がいいのかな。30だと決まりが分かりづらいですね。そうなんか、そうなんだ。どうやって見てるんだ。ここでセットして。ちょうど、この上がりを見てるんですね。調整するんですね。このシグナルから上がって、このシグナルから下がって出たと、ここからね。ここは合ってるけども、ほぼね。こんな感じかな。で、この方が合ってるかな、大体ね。もうちょっと敏感でいいかな。
だから、ちょっと60だったと思うんだね。この差、この差。この差。これちょっと、こう落ちないかな。ちょっと敏感すぎるね。敏感すぎる方がいいんでしょう、違うかな。これを見てるんですか、これなんだっけ。ね、この枠組みになった方がいいね。これを枠組みにしてるんだな。この方がいいね。このようにね、非常にわかりやすいよ、ここ。ここシグナル、ここシグナル、ちょうど頂点だね。このようにね、エフェクトとかバニラオプション、この、下、ね、下、北、上ってね。で、多分ね、これ抜けてるんで、ね、いい感じですね、このシグナルがね。ということなんですね。この枠組みも調整して、もうちょっと細かくしたらどうなんだ、バイナルオプションだからね。20分つけるのか。1時間バイナルオプションですな。か、15分。15分でここら辺でぶつかってね、シグナル出してこう勝ったでしょ。ここが負けたんだね、ここが勝ったと、本当いいことですね。これ急上昇では出てないんだよね、こうぶつかってないからね。シグナル出てないでしょ、ここのとこね。なんとこれが一番見やすいかな、バイナルオプション。ね、まあそんなことでした。ちょっと集計しました。